はい、皆さんごきげんよう、小島です。今日はですね、最近よく、先生方からご質問いただく、インビザラインの次の新しいマウスピースシステム、インハウスシステムって何ですかと、そんなことについてお話をさせていただきます。まずですね、インビザラインっていうとね、こうマウスピース矯正の代表みたいな感じで、だいぶ認知度が広がってきてるんですけど、もともとインビザラインシステムというのもアメリカで1998年にサービスが始まって、2001年にヨーロッパと、日本には2006年から一般的なサービスが始まったと。で、僕もその時からインビザラインシステムを使わさせていただいて、今今年が2023年なんで17年ぐらいなんですね。なのでインビザラインシステムといっても、もう日本に入ってきて17年経ってるし、アメリカではね1998年にできてますんで、もうだいたい26年、まあ、26周年なのかなになってると。なので最新の最新ではないわけですね。もうだいぶこう知名度が広まってきてるというものなんですけど、今年の2023年のアメリカの矯正歯科学会、アメリカの矯正歯科学会というのは、もともとインビザラインもアメリカの矯正歯科学会から始めデビューしてね、全世界に広がっていくんで、とにかく新しいものだったり最新のものはアメリカの矯正歯科学会にドーンとラインナップで出てくるんですけど、今年2023年のアメリカの矯正歯科学会、アメリカの矯正歯科学会で2つあるんです。まず2月3月にするウィンターカンファレンス、だいたい4月から5月にあるメインカンファレンスっていうのがあるんですけど、まずウィンターカンファレンスが全部トピックスがインハウス 3D プリンターで委員で完了するシステムの矯正の話、4月のアメリカの矯正歯科学会本大会の方ではインハウスシステム、つまりアライナー矯正、マウスピースの矯正治療が全部委員で完結する最新のトピックスっていうのがバーッとラインナップがいっぱい出てくるんですね。なんでそういうふうになってきたのかっていうと、やっぱテクノロジーの進化というものがあります。今まで 3D プリンターっていうのはすごく高額で性能のいいものは歯科医院とかね、矯正の医院でなかなか持てなかったんですけど、やっぱ性能はどんどん上がってきてるんで、歯科医院でも普通にアメリカの矯正歯科ね、医院だったりアメリカの普通の歯医者さんでは 3D プリンターが高性能なものが何台もあると、そういう時代になってきてます。でそれが1つ目、 3D プリンターがどんどん性能が良くなってきてる。で2つ目はシミュレーションソフト、今までインビザラインのシステムというのはクリーンチェックというね、歯の移動シミュレーションのソフトウェアを使って分析して歯をこの位置にしていこうかなっていうのを僕たちがプランニング立てていくんですけど、まあ、そのクリーンチェックというのは今まで歯の頭、まあ、歯間の部分だけをどこの位置にしていくのっていうのを考えるプランニングだったんですね。でも最近歯根、さらに骨というものが見えるようになってきたんですけど、見えるだけじゃなくてもっと正確に分析できるシミュレーションソフトというのがいっぱい出てきました。でその中の一つ、我々のクリニックで使っているのも、お顔のデータ、歯のデータ、歯根のデータ、あと骨のデータ、そういうのが全部インテグレーション連動して、それで骨の中にどこに歯を並べてあげるとより良いのっていう、すごい高度なシミュレーションソフトウェアがどんどん出てきてるんですね。でそういうのを使うことができる。でそこからマウスピースを 0.25 もしくは 0.3 ミリの1枚の移動量を設計して 3D プリンターで作っていくってことができるようになってきちゃったんですね、時代で。なので経験がある矯正の先生方はもう、例えばアメリカでいうと25年26年ずっといっぱいインビザラインのプランニングを自分でされてる先生からすると、インビザラインさんに出すよりかも自分で考えた方が早かったり、もうノウハウが分かってるんで、あとはどういうふうに作っていくのっていう技術さえあれば、出さなくてもむしろ出さない方が早くできるし、自分の考えを企業さんにこうしてくださいとか、この位置でお願いしますっていうオーダーしなくていいんで、直感的にこれをこの位置にっていうのができていくんで、うまい先生だったら自分の持ってる経験スキルをそのままインハウスシステムの方にダイレクトに入れていけれるわけですね。こういう移動をお願いしますっていうのを依頼していたものから、こういう移動でやるんだっていうことでスッと落とせますから、治療計画を作るのも早いし、アライナーの制作も早いし、患者様にお渡しするのも早くなってくると、修正も早くなりますからね。なので 3D プリンターの高性能化、シミュレーションソフトウェアの高性能化、あと先生の経験がある先生だったらそれをそのままダイレクトにシミュレーションの方に入れられるので、そういう利点からどんどんこのインハウスシステムというものが増えてきてるんですね。でアメリカ
今年のね2023年のアメリカの矯正歯科学会、あとこの前あったのがヨーロッパライナー矯正歯科学会、あとこの前フランスの矯正歯科学会でもちょっと講演させていただいたんですけど、僕のテーマはインビゼラインからインハウスシステムに今こう変わってきてて、それについてお話をさせていただきました。日本でもねやっぱインハウスシステム新しい、新しくないといえば新しくないんですけど、この高性能な次世代レベルのインハウスシステムというのがだんだん日本でも世界と同じように着目されてきているのが始まっているのかなと感じています。あと2年とか3年ぐらいするともうそれがもっともっと主流になってきますし、むしろそれをしていない先生は何でなのっていう、むしろインビザラインとかアライナー矯正治療の経験がある先生はそういうのをどんどん自分のスキルをそのまま活かせるインハウスシステムをもっと使っていく時代になっていくと考えています。あと最新のインハウスシステム、ね、アライナー矯正治療はどうなっていくのか、世界の潮流はどうなのかというのをオンラインサロンの方でお話をいっぱいしています。こちらの概要欄の方にクリックしていただくとオンラインサロンのリンクに飛びますので、もしお時間があったりインビザライアライナー矯正治療最新のものは何なのか学びたい先生はぜひ概要欄からオンラインサロンの方をチェックしてみてください。最近はですねいろいろ朝の通勤中とかねお昼の時間に今僕の YouTube を聞いていただいている歯医者さんの先生だったり、あとは矯正の先生がいっぱいいらっしゃるというふうに伺ってますので、お時間があるときに聞き流しで聞いていただけるといいお話をさせていただきました。ぜひ参考にしてみてください。今日の内容が面白いと思った方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。またね。